ヘススアレハンドロ・モンテロ・ロペスは、ベネズエラ・カラボボ・シューグアから出身のプロ野球選手、宇ト・ミギウチ。2006年7月2日、160万ドルの契約金で、ニューヨーク・ヤンキースと契約。同年の海外 FA 選手の中では最高の打者と、みなされており、特にパワーに定評があった。2007年、17歳になった、モンテロは、 ガルフコーストリーグヤンキースでデビュー。翌2008年にはメジャーのスプリングトレーニングに招待選手として招かれ、マイナーのキャンプ地へ送られる前に唯一与えられたオープン戦の打席で本塁打を放った。同年は A 級チャールストンリバードッグスに所属し打率326.17本塁打、87打点2盗塁を記録。トリプル A 級 スクラントン時代のモンテロ2009年はフロリダステートリーグの A 級単派ヤンキースからスタート6月3日に A 級トレントンサンダーに昇格昇格後トレントンでは1ヶ月強しかプレーしていなかったのにもかかわらず7月にイースタンリーグのオールスターチームに選ばれた同年オフにはベースボールアメリカ四選定の有望株ランキングで球団内で オースティン・ジャクソンに次いで2位の評価を受けた。マイナーの有望選手が集まるオールスター、フューチャーズゲームの世界選抜にも2年連続で選ばれたが、8月にキャッチングの際に指を骨折し、早めにシーズンを終えることになった。2010年の開幕前には、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングで、球団内1位、マイナー全体でも5位の高評価を受けた。 スプリングトレーニングに招かれた、モンテロに対し、ヤンキースのケビン・ロング打撃コーチは、打者としてはもうメジャーで通用すると語ったが、球団は守備力改善を求めた。結局、この年は、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・ヤンキースで1年間プレー前半戦は、打撃不振に苦しんだが、後半戦は復調した。最終的に、インターナショナルリーグのオールスター、 ポストシーズンのオールスター、チームの最優秀選手に選ばれた。2011年のスプリングトレーニングでは、25人ロースターを争った。首脳陣は、ホルヘ・ポサダの指名打者転向により空いた、正捕手の座を、モンテロに任せることもできると考えていたが、ラッセル・マーティンの獲得に成功したことにより、モンテロの昇格を焦る必要はなくなった。 フランシスコ・セルベイリの故障により、モンテロが2番手保守として、メジャーに残るチャンスもあったが、球団は、モンテロを、再びトリプル A 級スクラントンで、スタートさせた。この年は、ロースター拡大後の9月1日に、メジャー初昇格を果たし、同日のボストン・レッドソックス戦で、指名打者として、メジャーデビュー。4打数無安打ながらも7回に、死球で出塁し、 ラッセル・マーティンの敵地打で勝ち越しのホームを踏んだ。9月3日にヤンキースタジアムで行われたトロントブルージェイズ戦で初のスタメン出場を果たし、6回西から左翼にメジャー初安打を放った。9月5日のボルチモアオリオールズ戦では21歳の選手としては1993年のマニーラミレス以来となる1試合2本塁打を記録。 シーズン終了まで18試合に出場して打率。328.4本塁打、12打点、オプス、996だった。2012年1月13日に、マイケル・ピネダ、ビセンテ・カンポスとのトレードで、ヘクター・ノエ氏と共にシアトル・マリナーズへ移籍した。シーズンでは、右打者時刻とも形容されるホーム球場、セーフコフィールドに苦しめられたが、ビジター球場では打率。 295.9本塁打、37打点と、好成績を残し、最終的には、チームトップの打率、260でシーズンを終えた。2013年2月6日にバイオジェネシス、スキャンダル絡みで、禁止薬物購入疑惑が浮上し、8月5日に50試合の、出場停止処分を受けた。2014年2月27日に、 マリナーズと一年契約に合意した。3月14日にトリプル A 級タコマレーニアーズに移動。だが、同年はメジャーでの出場機会に恵まれず、6試合の出場に止まったが、本塁打は一本放った。2015年からは、正式に内野手登録に変更され、自己2番目に多い38試合に出場。打率こそ。 223と低迷したが、25安打中11本が、長打で19打点を叩き出し、打てば貢献できることを示した。一塁の守備は、27試合で守りについて、DRS は2だったが、犯した失策は一つだけで、守備率、995と、堅実さは見せた。2016年3月27日に、戦力外となった。 マリナーズからディエフェとなった2016年3月27日の当日中にウェーバーでブルージェイズへ移籍したが4月1日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級バッファローバイソンズへ配属されたこの年はメジャーでの出場はなくトリプル A 級バッファローで126試合に出場して打率317.11本塁打60打点 一盗塁の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年1月16日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。開幕から参加のトリプル A 級ノーフォークタイズでプレーしていたが、6月27日に自由契約となった。7月11日にメキシカンリーグのモンテレー・サルタンズと契約した。 21試合に出場して打率。349.1本塁打、17打点の成績を残した。2018年1月23日にサルタンズを自由契約となった。3月22日にメキシカンリーグのドゥランゴジェネラルズと契約するが、4月24日に解雇となる。ありがとうございます。